おはようございます。赤月です。今日も元気にスクワット。ちょっとね、ウイルス予防にね、緑茶飲んだらやっぱり緑茶も私カフェイン過敏症なんで寝れなくなるんですよね。で、昨日夜中にね、太目が覚めて動画撮ってたわけですけれども。で、大きい病院に行った感想なんですけどね、なんか最近トイレに、アルコール消毒液置いてない。まあ、いろんなところの建物の中とかね、トイレ行くことあるんですけれども、どこも置いてないですね、アルコール除菌スプレーが。泡のね、手洗う洗剤なんかはあるんですけどね。だからそれってやっぱり取られるからかな。なんかその容器ごとないとこがね多くてね、ちょっとびっくりしたんですよ。まあ私は自前でね、ジップロックの中にそのペーパータオルにこうアルコールスプレーとそのティーツリーオイルを混ぜてね、浸したやつを、まあ、外出時にはね持っていくんでね、まあ、大丈夫なんですけれども、それでね、足悪いんでね、エスカレーターとかやっぱり手すり持たないとね、怖いんですよ。ふらつくんでね、人工股関節入れてるんでね、ちょっと危ないんですよ。それでそのアルコールとティーツリーオイルをね染み込ませたペーパータオルをこう手すりに置くわけですよ。で、何も掃除してないのに、手すりに置いただけやのに、そのエスカレーター降りたらね、パッと見たらね、ま、黒く汚れてるんですよ。だからアルコールが溶かすせいなのかね。それと駅のホームでも、もうベンチとか手すりとかも片っ端から拭くんですよ。ペーパータオルでね、自分の座るとことか、手が触れそうなね、ステンレスのボールとかね、手すりとか、そうするとどこも真っ黒、こんなに汚れてんのかいうぐらいね、汚れが取れるんですよ。でもそれ一回拭いたらね、もうそのウェットティッシュはね捨てないとね、もう汚いんでね、まあ別に捨てる用のジップロックも持ち歩いてて、その中に捨てる用のも入れるんですよ。だから外出したらこう結構な量のね、アルコール消毒液を染み込ませたペーパータオルがねなくなるんですよ。で、最近ね、そのペーパータオルにもお気に入りのを見つけてね、普通のスーパーに売ってるペーパータオルは紙製が多いんですけれどもね、スコッティのちょっとここスコッティのペーパータオルがね、破れない。これね、これもだいぶ使い込んで少ないんですけれども、こうやってもねめちゃめちゃこう破れない。これにね、アルコール除菌をこう染み込ませてね持っていくんですけどね。で、これをいくつかに切ってですね、小さくしてね、持っていってるんですよ。ジップロックにいっぱい入れてね。まあ、エレベーターのボタンを押すときとかね、まあ、手すりを持つときとかようにね、その直接物に触れないように、こう、何十枚かこうジップロックに持っていくんですけどね、もう帰る頃にはね、空になってて、すごい使う量がね、多いんですよ。ほんで、トイレ行くときも、自分でスプレーにね、アルコールスプレーとティーツリーオイルなんかを混ぜたやつをね、スプレーに入れて、で、トイレの中に先にシュッシュッシュッと拭いといてから用を出すようにね、気使ってるんですよ。で、うちの子にもお出かけするときに服の周りからね、マスクの外っ側にもそのスプレーをスプレーして行ってるんですけどね、かなりティーツリーオイルを吸い込んでます。まあ、それぐらいしか朝思いつかなかったんやけども、まあ最近の YouTuber っていろんなとこでね、仲間割れとか炎上が起きてますよね。あんまり有名 YouTuber の見てないんですけどね、驚いたのがこれさんとか、なんか柴田は昔からやけども、いろんな人がね揉め事を起こしてますよね。だからその N コック絡み のやっぱリスナーさん同士の争いなんかもね、増えてきてるようですけれども、ああいうのはね、私もタイトルだけで実際には見に行かないですね。ちょっともういいわいうぐらい、ちょっとうんざりしてるんで。ほんで、どうも私はその炎上系もそのコメントがね、その悪口三昧にこう溢れ返るっていうのはあんまり好きでなくて、まあ自分の動画でもまあ立花さん批判とかしますけれども、あまりにもこう悪口だけが多くなるとね、ちょっとうんざりしてしまうんですよね。でも立花さん批判はこう日本の国のためにね、やっぱり嫌でもちょっとやり続けないといけないなとは思ってるんですよ。で、まだ何もしてないんやけども、一応被害者の快適な立花さんから被害を受けた方用の
ホームページは作ったんですけれども、ブログでね、まあ、書く内容はいくらでもあるんやけども、ちょっと今のところやる気起きなくてね、まあ、私自身の体調のせいもあったんですけれどもね。で、体調のことについてもいろいろアドバイスされるんですけれど、結果的に言うと飲み過ぎ、食べ過ぎでした。身も蓋もない で、極めて今日はね、絶好調なんですけど、ね、だから私が今後気をつけるのは水分量ですね。それとカフェイン過敏症なのをこう分かってて、ついこうたまにコーヒーとかお茶とか飲みたくなるんじゃないですか。だからそれをやめて、最近はもうお湯、白湯ですね、白湯、それだけを飲むようにね、心がけてます。あと何かな、今日は休みなんでね、休みやったらいつもやったら出かけてるんやけども、出かけられないしね、当分ね。まあ4月もやっぱり保存食を買いだめる方向ですね。まあ昨日でもちょっと遠くのスーパーにやったら行ったら目新しいものがあったりしてね、まあいっぱい買い込んできたんですけれども、やっぱり新鮮な方がいいですよね。買いだめしても、持つのはまあドライコルムみたいなライ麦パンはね、持つから買いだめして置いといても大丈夫なんですけれども、やっぱりその生野菜はね、できたら毎日買いに行く方がいいですよね。一応旅行野菜は全部洗った後に冷凍保存はしてるんですけれどもね、やっぱり新鮮なのが食べたい。昨日はやっとね、近所のスーパーやったら売り切れてた菜の花がね、遠くのスーパーやったらまだたくさん売ってたんでね、またちょっと多めにね、買ってきました。そんな感じですかね。なんかとりあえず動画配信して、こう自分のね、口の動きとかね、ちょっとやっぱり顔がね、ちょっと歪んできたような、やっぱり脳梗塞の影響がね、出ているのかなというチェックのね、意味も含めて、動画配信をできるだけ毎日ね、続けていきたいと思っています。以上、よろしかったらサブチャンネル、メインチャンネルも登録よろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。